連続企業爆破事件で指名手配されている桐島聡容疑者を名乗る男の自宅に今日警察が家宅捜索に入りました。桐島容疑者は広島県出身です。その素顔について高校のかつての同級生が語りました。フォークダンスに興じる男子生徒、高校3年生の体育祭で撮影された桐島容疑者です。東京のオフィス街で起きた連続企業爆破事件の一つに関わったとして全国に指名手配されたのはこの4年後でした。福山市出身で尾道市内の高校に通っていた桐島容疑者、2人の同級生が当時の様子を語りました。おとなしいというかのんぽりよね、完全な普通にもうどこにでもいる高校生いう感じじゃったね。どっちかが陽気な男で、人と一緒に行動する追っかけるか、まあ言い方はいろいろあるけどそういう感じよ。当時車なんか早くから乗ったりしてたから、おい桐島走りに行くぞとか言った時に、おい行くってからついてきたりしてたわけや。だから思うよね、将来ああいうことをやった分も人からの影響を受けやすい男だったかな、いうような印象はあるよね。だからクラブ活動の時間割をそれによって、その後3人は上京1年の夏休みに帰省した岡田さんは桐島容疑者に再会します。もう50年前の写真だから誰が誰やら言うのは分からんし、もうこれか、おこれ。そう言って特別に見せてもらった写真、そこに写る桐島容疑者は隣の男性の肩に肘を置き、どこか自信に満ちたようにも見えます。これは自分たちが大学1年の夏休みに道後山どこへ3年4組のクラスでキャンプに行った。とにかく楽しそうだろ全然そういう素振りはなかったということよね。これ桐島が失踪する直前の写真だよな。これ以降ほとんど消息絶ってんだからね。1960年代から全国に吹き荒れた学生運動の嵐、その後内毛場などで運動は減速しつつありましたが、各地の大学では断交と呼ばれる大学と学生による交渉の場がたびたび持たれていました。お前そういうようなまあ、学生運動の活動とかなかった？安田講堂、東大のあれをテレビで中3の時かな、あれが見てかっこいい思ったんが最初。ああいう活動をやってたのは高校1年だけぐらい一方同級生の目に映った桐島容疑者は大学1年までそうした素振りは見せなかったといいます。会った日いうのが法政大学の早朝断交があった日なんだよね。で俺たちは警備をやってたわけ。その時に偶然自分の前を通りかかって、おい桐島お前何やってんだいうことよね。気がついて、ああ岡田か言って、まあ何してるんだいって言ったら、早朝断交の傍聴に来させてもらったけど入れてもらえない言うから、俺の友達だから入れてやってくれ言って、だから終わった後に俺のとこまで来てちゃんと礼を言っていろいろありがとうな言って、だからお前をいい加減にしとけよとか歩道にしとけよいうぐらいの声をかけたのが最後だと思う。それから 1,2 週間後だったか思うけど指名手配の者一面に新聞の一面に載ってるのを見てびっくりしたよと。岡田さんが最後に見た桐島容疑者は高校時代と同じく礼儀正しい人物でした。それだけに亡くなった人物が50年近く逃亡し続けた桐島容疑者だったら、そう考えると憤りを隠せません。せめて被害者に賠償を入れて、俺たち同期は相当迷惑を受けてるいう気持ちがあったから、せめて賠償の一言ぐらい入れろいう気持ちが強かったよね。その一方、同じ学び屋に集ったクラスメートとしての胸中は複雑です。もう最後のあの状態を聞いたら、まあ言い方悪いけどよくぞそこまで
生き延びたないう感覚はあるわな、うん、なんぼか。どっちか言うたら本当かわいそうな男ですよね、ある面で言ったら。警察は亡くなった男の自宅を家宅捜索。男が桐島容疑者本人なのか詰めの捜査をしています。